お化けだぞ。頭を出しなさい花子、ちゃんと前を見ないと転ぶわよ。へっへっへ、お母さん全然びっくりしないからつまんないですし。頭を服の中にしまってるだけじゃない、驚かないわよ。仕掛けがバレバレですし。まったくもう、ほらほら寝る時間よ。まだ眠くないですし。お話を聞けば眠くなります。さあお布団に入って。はい。じゃあ花子、こんなお話はどう？昨晩道路を横断するように張られたロープに接触した男性が転倒して怪我をする事件がありました。男性はバイクで走行中で道路のロープに気づかなかったと話しています。これまでに同様の事件が4件起きており、警察は犯人が故意にロープを設置したとみて現在も捜査しています。いやね、またこういう事件？走ってきたバイクがロープに引っかかって転倒、骨折などの重傷。この前から同じような事件が立て続けに起きているのよね。ルーカス、あなたもバイクに乗るときは気をつけてね。変ないたずらする人がいるみたいだから。ああ、大丈夫だよ。気をつけるね。ルーカスとリンダは新婚の夫婦だ。じゃあリンダ、仕事行ってくるね。行ってらっしゃい。ルーカスはバイクで職場へ向かった。おはよう、ルーカス。お前最近張り切ってるじゃないか。ああ。結婚してこれから子供だって欲しいし、頑張って金を貯めないとな。そうか、そりゃ張り切るわけだ。だから今日は残業させてもらうよ。はは、無理はしすぎるなよ。そして夜の8時頃。さて、腹も減ったし、そろそろ帰るか。ルーカスはバイクにまたがり、家路を急いでいた。よう、イーサン。よう、マシュ。古く崩れかけた空き家、ここをたまり場にしていたのがイーサンとマシューという二人の悪タレだった。今夜もお遊びに行くとするか。おっと、もうロープがねえぞ。実はこの二人が連日のロープ事件の犯人だ。俺らの事件どんどん有名になってきてるみたいだな。ニュースでやってたぞ。へっ、いいじゃん、面白い。俺たちのいたずらでもっと世間を騒がせてやれ。でももうロープがねえよ。なんか別のないか？これはワイヤー。あ、いいな、それにしようぜ。二人は空き家に落ちていた細い金属ワイヤーを手に車に乗って夜道を走り出した。そしてこの辺にしようぜ。この木とあっちの看板に結びつけよう。へいへい。誰もいないよな。見られないように周り気ぃつけろよ。へいへい。今日はちょっと結ぶ位置を上げてみるか。この辺にしてみよう。引っかかって確実にすっ転ぶな。その日は高めにワイヤーを張った。ロープだと目立つけど今日は細いワイヤーだし夜だから気づきにくいだろう。へっ、行こうぜ。明日のニュースが楽しみだな。疲れた。ちょっと連日張り切りすぎたかな。バイクで家路を急ぐルーカス。そしてそれは一瞬のことだった。え、何か首に触れたような気がした後、ルーカスの頭は強く地面に叩きつけられた。いて、何が起きた？ルーカスが目を開けると視界には離れたところに倒れた自分のバイクと見覚えのある服を着た首のない人間の体が横たわっていたのだ。待て、何が起きたんだ？あれは、あれは俺の体じゃないのか？どうして俺はこのまま死ぬのか？嫌だ、結婚したばっかりなのに。リンダはこれからどうなるんだ？俺はまだ死ぬわけにはいかないんだよ。ルーカス遅いわね。今日も残業だと思うけど。あら、電話だわ。もしもし？え？ルーカスか？警察からの連絡でリンダが現場に駆けつけた。ルーカスはどうなったんですか？残念ですが。そんな、嘘でしょ？ルーカスは哀れにも遺体となって発見され、リンダは泣き崩れた。これからあなたなしでどうやって生きればいいの？
事故現場には警察の車両や救急車、野次馬がやってきて大騒ぎになっている。またいたずらなのか。何件目だ。誰かが道路にワイヤーを仕掛けてますね。気づかないで突っ込んだんでしょう。その頃あの二人は、おい、ワイヤーで首跳ねられてライダーが死亡したってテレビで言ってるぜ。マジかよ、死んだの。怪我するくらいだと思ったのに。やべ、やりすぎたかな。どうすんだよ、俺たち殺人犯じゃんか。捕まったら何年刑務所に入らねえといけねえんだよ。ち、まさかワイヤーで首ちょん切れるとは思わなかったな。それからルーカスの死亡現場付近では恐ろしい噂がささやかれるようになった。デート楽しかったな。お腹空いちゃった。ちょっとどこかで軽く食べたいな。もう夜中の1時だぞ。店開いてんのかな。あ、ちょっとヒヤッとするような話しようか。何何。この辺出るらしいぜ。やだ、何が出るの。幽霊だよ。うそくさ。その時対向車線に眩しい光が見えた。こちらに向かって走行しているのは1台のバイク。バイクはカップルの乗った車とすれ違い去っていった。ねえ、何が出るの。ねえってば、聞いてる。彼氏の様子がおかしい。顔は恐怖で引きつり、彼女の質問にしばらく答えようとしなかった。ねえってば、どうしたの。今通り過ぎてったやつ。うん。バイクに乗ってたやつ、首がなかったんだ。深夜、首のないライダーを目撃したという話があっという間に広まった。おい、噂聞いたか。首なしライダーの話か。うん、本当かどうか見に行ってみようぜ。あ、アホか。もし呪われたらどうするんだよ。その出るってのは俺たちが、あの、ほら、ワイヤー仕掛けたあたりって話じゃねえか。何ビビってんだよ。もし襲ってきたら返り討ちにしてやればいいだろう。何言ってんだよお前。ほら行くぞ。行かれてるよほんと。二人は車で噂の場所まで向かった。この辺で車止めてみてようぜ。止める。長居はまずいんじゃねえか。ほんとお前は気が小せえな。いや、だって俺たち一応犯罪者だぞ。あんまり現場うろつかない方が、警察も見回りしてるかもしれないし。いて、お前急ブレーキかけんなよ。おい、前前。あ、で出た。おいおい、車出せ、早く出せって。あ、二人は慌てて車を出したが、後ろから首なしライダーが猛スピードで追いかけてくる。もっとスピード出せこのグズ。あ、そもそもマシュ、お前が幽霊見に行くとか言うからこうなったんだろ。いい加減にしろよ。偉そうに命令しやがって。はあ、いいからもっとスピード出せ腰抜け。ああ、追いつかれる。てめえ運転変われこの下手くそが。やめろ。おい、ぶつかれ。猛スピードで車は大破。その場で二人は息絶えた。ルーカス、会いに来たわよ。あのね、あの事件の容疑者が二人とも死んだんだって。あなたの事故現場の近くでスピード出しすぎて事故って。もうあなたのような犠牲者が出ることはないわ。はい、おしまい。首なしライダーの都市伝説にはいくつかバリエーションがあり、事故や他殺など何らかの理由で失った自分の首を探し求めて夜な夜な走っている、または自分を殺害した犯人を探している、他にも首のないライダーが集団で追いかけてくる、なんていう話もあったりします。夜の道路で出くわしたらめちゃくちゃ恐ろしいでしょうね。ではおやすみ花子、皆さんも良い悪夢を。